話はちょっと急に変わってしまうんですけども、出ました、学生の時、はい、廊下に非常ベルってあったじゃないですか。非常ベル、うん、非常ベル、はいはい、あれで押したことあります？押したことはないな。ないでしょ。あ、ないんだ。結構なんか悪いね、押した。え、ないの？あるでしょ、神奈川の暴れん坊が。でもね、なんかそう、禁断のボタンっていうイメージがあった俺の中で。禁断のボタン、うん、なるほどね、うん、まあでも絶対にこう面白半分では押しちゃいけないボタンなんですけどもどの口が言うかすいません、はい、ちなみに非常ベルの上についてる赤いランプ、うん、あの部分は何ていう名前か知ってますか？知らんす。赤ランプとかじゃないですか？違うんです、あれはですね、はい、非常警報用表示灯と言います。はあ、なるほど。ということで今日は非常ベルについている非常警報用表示灯にまつわるニュースをお伝えします。はい、それでは今週の JSOUL ニュースです。きた、秒刊サンデーより、うん、非常ベルについているランプ非常警報用表示灯は何カップかという疑問がツイッターで話題になっております。お A カップではないかという推測が広まっていました、うん、しかし実際には C カップに限りなく近い B カップA カップに限りなく近い B カップとさまざまな意見が飛び交っていたそうです、はい、そこで実際に非常警報用表示灯の大きさを調べたところ、およそ直径は 9.5センチ、うん、高さは6センチであることが判明しました。なるほど。この情報をもとにカップサイズで表したところ、非常警報用表示灯は A から B カップの間という結果が出ました。なんだそれ。ただし測り方や機種によって若干差が出てくるので、おおよその計測結果となるそうです。ということで、なるほど、おっぱい大好きヒロミはまたおっぱい。この分析とどう感じですか？ガッチしました？そうですね、僕の大好物の話でしたね。非常用の話をするかと思ったら、もうおっぱいの話これあれか、おっぱいの話か、これあれですね、おっぱいの話です。オミの、理想バーストサイズは D 寄りの C。 そうでしたね、確か D 寄りの C。 いいですね。あれ、俺なんだっけ、逆だった気するよ。違う、俺逆でしたよね。 E 寄りの D じゃないですか俺。でかっ。違うっけ。なんで急におっぱいを聞きしてんのよ。 C 寄りの D ですね。というわけで D 寄りの E。 じゃあその非常警報用表示灯は、うん、まあ A から B の間ということなんで、はい、ちょ少し物足りないということで。そうですね、やっぱり D 寄りの C がいいと。そうなってきますかね。じゃあ今からですね、はい、自分が言うものをおっぱいと仮定して、はい、サイズを予想していきますか。これあれなんだこれ、どういうことこれ。おっぱいの話おっぱいの話しますか。あ、これ今からおっぱいの話すんだ。そうですね。じゃあいきます。はい、これはよく家庭にあるお茶碗。おう、お茶碗。これどうですかサイズは。これだってさ、そのさっき言ったその非常用の、うん、あれよりちっちゃい？いや大きいか。これちっちゃい。幅がなんて言いますか。高さは。あ、なるほどね。わかるわかる。わかるわかるわかるよ。わかるわかる。横幅。横幅は広くなって。そう、おっぱいの。もう何回おっぱい言ってる。広くなってるけど高さがね、多分。そうだね。あんまりちょっとね弱まってるかもしれないですね。A じゃない？だから。A です。そうですかね。きっとこれは。これも A かと思いますね。多分これは A でございます。A ですね。うん。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ僕から、吉野家の牛丼の丼のサイズ。これは爆乳ですよ。これあれですね、爆乳戦隊ですね。これどうだろう、 ABCDEFG。 これね、 G とかじゃない？なんか G、雰囲気 G っぽいですよね。雰囲気 G だし、 G であってほしいね。相当大きいですよ。結構でも大きいよねやっぱね。じゃあ G ぐらいにしておきましょうかね。 G ね、予想ということで、うん、G カップであってほしいと、うん、そうですね、思いますが。でも最後に、はい、バレーボール。これはもうバレーボールのサイズは勇者。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 よくわかんないけど。勇者。バレーボールのサイズ、うん、ちなみに岡本さん、バレーボール何サイズだと思います？ H です。やかましいな。渋い顔して言うなし。H です。なるほどね。
冒頭から何喋ってんすか。もうね、もうすいません皆さん、こんなオープニングからもうすあちょっと素で笑ってるっていう、なんかもうお腹いっぱいですよ。